わしやがな、中村一です。わしやがな、マフィアカジタです。あのかです。はい、どうも、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、まあじゃあいつもの定型文のねご挨拶からいきたいと思いますけども、本日もフラッと遊びに来た方、毎回見てる方、そしてメンバーシップ愛着からハマってる方、みんなで楽しく配信していきましょう。準備はよろしいでしょうか。乾杯。乾杯。はい、はい、ということでね、皆さん、まあこのスライドショーね見てもらってますけども、ちょっとあの半券が思ったより多いからじゃないですか。まあこれはわしゃがらないでねブクちゃんに描いてもらってる絵のこれまでのやつのをね、はいはい、うん、ちょっとさっき戯れにスライドショーにしてみたら、思いのほかなんか雰囲気があっていいんじゃないかっていう、うん、結構なんか見れちゃいますよね。見れちゃうね。うん、これね、本当は絵が統一されてるからまだ見たいという。ああ、確かにそうだね。ファンアートはそれはそれで面白いんだろうけど、これはこれでね、ブクちゃんで統一されてるから。うんうんうん。あ、好きなやつ。ああ。不気味なやつ。見入っちゃいますね。ああ、いやこれ見ててもしょうがない。わかんない。疑念が出て。うん、これ見ててもしょうがないんだけどね。野望買いに来たって話が。ああ、そうだそうだ。売れてたよって言ってたやつだ。うん。うん、はいはいはい。そう。なんか今日はね、提供ではあるんですけども、ナッシュさんの、ご飯のね、やつ出しましたけど。あれ、ああ、美味しそうだった。忖度なしで、本当に美味しかったですよね、うん。美味しかった。うん。なんだろう、当然ね、人にそれぞれの好みあるんだけど、俺らがとにかくおすすめなのは、あの、付け合わせの惣菜。うん、メインも美味しいんだけど、惣菜が思った以上に美味しかったんだよね。付け合わせがなんかすごい、いい家庭的ないい具合の味だったんですよね。わかる。電子レンジで作ったというか、まあ再加熱したと思えないぐらい美味しかったな。うん、山盛り食いたかったですね、あれ。そうね。ね、あれをなんかタッパーいっぱいでもらっていいですかみたいな感じだったけど。栄養バランスとかしゃらくせえつって。結局せっかくの健康食が、そう健康食だけど、あのこれだけを大量にくれみたいな。うん、本当に美味しかった。そうなのよ。だからまあね、ちょっとお母さんがしっかり作ってくれるところはまあ必要ないかもしれませんけども、あの、興味ある方はぜひね、一人暮らしだったり、なんか友達と住んでるとか、少人数で住んでるとか、たまにはこういうのもいいかっていうので、いかがでしょうかという感じですわな。そうですね。うん。さあ、冒頭のトークは何に行きますか。はい、ああ、それがですね。うん。今週のメゾン一国。あるんすか。もう見終わってるのに毎週ドラマがあんの？もうないっしょ。まあ、強いて言うなら別にそんな特別取り立てて話すほどのことはないんですけれども。うん。ただね、やっぱみんないきなりなくなると寂しいかなと思って。そうね、まあやってるからね。俺はその触れたいのは、うん、やっぱりあけみさんの失恋会なんですよ。あなんかあったね。第36話いきなりキスの嵐、あけみさんの失恋物語。全然記憶にないわ。ぶっちゃけそんなに記憶にないわ。あけみさんの掘り下げって、うん、実はこの1話のみなんです。あ、そうだよね。結構ないんだよね。うん、っていうかないんです、あれだよね。うん、一国間他のメンバー、うん、みんなそうだよね。うん、確かに。誰もね、実は誰もあんま深くまで掘り下げられてないんです。うん、あくまでサブを固めるキャラクターとしての扱いだったのはわかるんですけども、うん、まあ俺はこのあけみさんの掘り下げ会好きだったなって。ああ。あれて酔って帰ってきて、うん。五代くんにもう、あの、五代くんのことを別れた彼氏と勘違いして帰ってきてくれたのね、みたいな感じで、ああ。チュッチュしまくるっていう。なんか、う
ああいうの見てるとね、明美さんって、まあ、ちょっときついところはあるけど、ただいい人だったりするからさ、もう五代くん明美さんでもいいんじゃとか思っちゃうけどね。俺もそう思ってたんですよ。距離がやっぱ初期から一番近いから、近いからね、明美ルートありえるなっていうふうに強く提唱していたんですけれども、まあルミ子の策略なのか何なのか、明美さん側からの気持ちは結局最後まで。そうね、明示されずというか、まあそれもまたね、履かなくていいなという。まあね、マスターとくっついちゃうしな。マスターとくっついたのはあれも本当最後の最後の最後のハットトリック決めたなっていう感じでしたけど、はい、まあ一刻の話はこれくらいにしておきます。もう今日はあっぱりめだね。うん、次シーズンに移らないと、マジでいつまでもあのメゾン一国の話題尽きないから。そうね。次は何の話しようかな。何かあったかな、この1週間。うん。うん、そうね。なんか買い忘れてた漫画をいろいろ買い足して、うんうん、また一応あれを見たな。うん、なんだっけ、もうタイトルが出なくもなくなってる。みやび様のやつ。彼岸島の新刊をちょっと買い忘れてて、ああもう出てたと思って。うん、彼岸島の新刊って今あれですよね、うん、あの吸血鬼の上級都市みたいなのが戦ってるとこですか、うん、なんかあの夫婦の敵みたいなのが出てきて、うん、合体するやつ、三日月と、そう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 、あと頭が勃起するやつでしょ。そうそうそう、あれが出てきて、それを倒したとこかな。じゃあ俺と同じとこまで読んでますよね。うん、それが一応最新刊で、あのシーンで、うん、頭がふくって膨らんで、うん、復帰するやついるじゃないですか。うん、あいつの爪に、うん、貫かれたシーン覚えてます、アキラさん。あ、刺されたよね。ズバーってやられて、さすがにこれはもうだいぶ大ダメージ受けてしまったんじゃ、うん、って思ってたら、うん、普通に次のコマでダメージ描写回復してるんですよ。うん、でもそれで言うとめっちゃ投げ飛ばされて、はい、向こうにある電車にドーンって当たって、はい、骨は、うん、折れてないって言ってたのがもうそうなんですよ。って電車へこんでますけどみたいな。いよいよもってフィクションレベルがおかしなことになりつつあるんですよ。多分アキラはなんかもうおかしいんだと思うよ。あの剣もおかしいし、剣の切れ味。うん、おかしいし、あとあのダメージ描写の回復は毎回 FPS と思えるんですよ。まあね、画面の前が真っ赤になってしばらく待ったら回復するっていう。いやもうヘイローみんなスーツみたいな。そうそう、しばらくじっとしてると周りのもやが取れるみたいなやつでしょ。キュイーンって急に回復する。いやだ、イーさんみたいになってんのよ。水ぶっかけたら治るね。まだね、内部のダメージとして内臓は傷ついてないとか骨は折れてないっていうのは分かるんですよ、うん、まだね、うん、でも服まで破れてた部分が回復してるのは何なのって思うわけです。ほらなんか穴がそこ開いてたでしょ。先生に対するなんか嫌味なのか。いやいや違う、愛情なんですよこれ。もう決してケチをつけてるわけではなく、もう彼岸島ってそういうとこがたまらないよね。まあね、なんかいつの間にかのアキラの片手についてる適当に作った刀がさ、伝説の刀ぐらいの扱いになっててさ、もう全然刃こぼれしないからそう、あの刀でも切れないなんてって言ってるけど切れんやろっていう、それ別にそんなに信頼ないだろうと思うんだけど、ズバズバ切るからなんでも。あれ確か島にいた頃に隊長が撃ってくれたんでしたっけ、あの方だって。なんかそんなレベルのなんかすごいもんじゃないよ。だからすごいもんじゃないない、うん、だからいつの間にかね、あの方の唯一無二の名刀みたいな。そうあとベルセルクのガッツのドラゴン殺しが魔性を帯びたみたいな話なんですか、ね、うん、吸血鬼切りすぎて、ああ血を吸ってね。そういうことか。そう、血を吸いすぎたのか吸血鬼の。ってことにしないともう無理やな。そうそうそう。エンチャントが宿ったが。ああ。いや、そうなのよ。ツッコミどころにね。ああ、あと、苦情の滞在。ああ。あれの、牛島の先生の。そうそう。あれの新刊も出てたから読んだけど、前回、
だから次今出たのが5巻か。だから4巻まで読んでて、5巻までちょっと間が空いちゃったら、話全然覚えてなくて、うん、これ何の話してんだっけってちょっと思い出せなかった。まあ常にちょっとね、あの、せちがらい話というか、うん、ずっと半グレとか、あと搾取される人間とか、そうだね。描かれてるから、なかなか読むのメンタルきちいんですよね、あの漫画。うん。この話って牛島の話だっけとか分かんなくなってくるしな。まあ、あのテーマが、そうそう、テーマが一緒なんだよね、基本的に。視点が違うっていうだけだから。そう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 。うん。あ、まあ、ただ面白いのはやっぱ九条先生の、うん、あの独特の立ち位置ですよね、うんうん、あの。正義のためにってわけではないし、か、うん、といって悪党専門で悪党を助けてるわけでもない、うん、ただただ弁護士っていう、その目的を全うしてるところが面白いです、ね。うん。それは面白い。うん、興味深いんですけれども、ただやっぱちょっと読むのに体力いりますね、あの漫画は。まあね、牛島もやっぱり一気に読めなかったからな、うん、俺2巻ぐらい読んだら辛くなって読むのやめてたもんな。そうっすね、九条先生もなんか毒な末路向かいなさそうな気すんだよな。どうなんだろうね。うん、関わってる相手がもうブラックもブラックなんで、まあね、あのコミュニティにいる以上は牛島くんみたいにちょっと抜けられないところまで行っちゃうんじゃない。なんかそういう話になってきてるよね、あの、うん、上のそのヤクザみたいなのをお抱えに しようみたいな、落とし込んでお抱えにしようみたいな話になってるもんね。そうなんですよ。 あとはこの間カイジャ君これ知ってるっつったら、ああ、あれっすかって言って通じてしまったジャンボマックス、ジャンボマックス、はい、ジャンボマックスも新刊が出てたんで、ED 回復薬の、うん、そうあの ED が回復する薬をね作る人の話なんだけど、話だけ聞くとなんかすごいエロい本ですかみたいな感じするんだけど、そうじゃないんだよねこれ、うん、一応クライムサスペンスみたいな、うん、そうなんですよ、話にはなってるんだよね。まあ、あの作者が爆音列島の先生なんで、うん、失礼ながら作者名をがど忘れしてしまった。そう、ね、高橋努さんだね。あ、そう、高橋努先生、うん、高橋努先生か、うん、迫力のある話書かれるんですよ、うん、結構ね、この偏見なく見れば、まあテーマは ED だけど、うん、まあその ED をなぜテーマにしたかって、その結局そういう性交渉っていうのはこの命がけじゃないけど、うん、あ、止まってた。命がけじゃないけど、まあなんかその人間の本質的なとこだっていうところとつながるというか、そう、生きる上でいかに振り回されるかって話ですよね。そことつながってるから、主人公の立ち位置が結構きついじゃないですか。きついね。もうなんか本当にかわいそうというか、なんというか、そうなんだよね、なんでこんな目に遭わなきゃいけない、うん、ただあれ多分物語のベースになってるのって、あの海外ドラマのブレイキングバッドとかあるんですよ。ああ、うん、はい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 、あの、あ、麻薬作るやつだよね。そう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 、うん、確かにね、追い詰められていかんとも従いたくなってっていうきっかけだけれども、うん、あれも面白いな。そう、これを買って、うん、なんかあったかな、なんかすげえ買ったんだよな。殺人伝も買ったけど、まだこれ読めてないな。殺人伝って、うん、あの時代劇のやつですか。あ、そうそう、キングゴンタ先生の。お、面白いですよね、あれ。そう、面白いけど結構長くなってきたから、あの、忘れるんだよねやっぱりね。新刊出た頃何の話してたっけっていうの。 あとサン、そうそう、ガンダムサンダーボルトも出てて、それも読んで、うんうん、他だね。これ最近また京四郎読み返しちゃった。京四郎って何？徳弘先生。ああ、あの京四郎ね。ええ、京四郎2030。ああ、面白いでしょ。これ何度読もやっぱ面白いなって思います。この漫画は。あの、そうね。なんか、うん、あのチンコにつける機械がすげえシュールなんだけど。バーチャルセックスマシン。バーチャルセックスマシンが。バーチャルセックスマシン。ガンにあのビーカーみたいなのかぶさって。そう。カクカクカクって動く。うん。シュールなんだよな。なんか一番脂乗ってる頃これじゃないかなって思うんですよね。ああ、
このターちゃんで培ったギャグセンスとあとシリアスのバランスが一番生きてるところじゃないかな。そうね。何、久々に読みたいな。あれも好きだったけど、あのヴァンパイアのやつもね。はい、ヴァンパイアもう最後まで読むの本当につらかったっすよ、重くて。うん。なんだかんだその徳弘さんが新しく書いてますよっていう、あのなんだっけ、時代劇の。ええ、もっこり半兵衛。もっこり半兵衛か。あれも好きだしな。好きですね。やっぱあのシリアスな話をしてる最中に、うん、もう何の前触れもなく一コマギャグが挟まるあの、うん、独特のテクニックね。真似できないですね、お母ちゃん。あ、もっこり半兵衛7巻が出てる。あ、なきゃ。あ、言ってたらもう見つけちゃうんだよな。また1点お買い上げ。そう、そういえばゴールデンカムイ実写映画化の話聞きました。あ、なんかトレンドで盛り上がってたね。なんかうん、あれでしょ、ファンの人たちがすごいブーブー言ってんでしょ。まあ、大喜利が始まってますね。大喜利、あ、だから誰がやってどうなるかみたいなやつでしょ。一社の時どれだけ牙を抜かれるか的な話です。いや、まあね、好きな作品のでその不安視したりするのもまあわかるけど、わかるわかる。でもこう一つとしてはメディア展開できてることがいいと思うけどね。そうできない作品も多いからさ、やっぱりメディアミックスの話になるたびに出てくるのが、うん、その多分実写見る層は実写から漫画に取り込める層なんですよね。もともと見てる人たちは好きなら見ればいいし、うん、気に入らなかったらそれはそれで原作の方をやっぱり大事にすればいいっていうところで、うん、メディアミックスの意味合いって多分そこにあるんだろうな。うん、まあそうだと思うよ。難しいっすよね。ただデビルマンみたいな例もなくはないんで。まあ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 当然ね、その実写映画化が全部成功するわけじゃないし、うんオリジナル要素を挟まなきゃなんかそのまんまやっても別に面白くないのにって言われるし、オリジナル入れるとオリジナルなんか入れやがってって言われるから、うん、もう結構こう、うん、なんだろう、退路がない状態というかさ、いやとは思うけど、監督とかが大変ですよね、振られる人が、うん、大変だと思う。誰が引き取るんだろうなって、うん、人気作だと大変だと思う。俺絶対スパイファミリーとかもやると思うよ。やるかな、スパイファミリー、うん。最近の傾向からするとやると思う。スパイファミリーのあの世界観、うん、日本風にするのも難しいから、どうなんでしょう。でも日本風にするんだと思うよ。日本風にするの難しいの、日本の幼稚園とかに小学校か連れていくんだと思うよ。まあ、漫画原作ででも結構、うん、結構ひどい映画作られて話題になったりとかしますけど、うん、なんかそれで原作のことを嫌いになる人ってあんまり、まあ、いないいないのは救いなんですよね。そうだね、別にそれを見たから、うん、なんかこんな実写を許したこの原作は嫌いだってなるわけじゃないから、 それを考えると、まあなんだろう、作者と出版社が5を出しちゃうっていうのも結構気持ちわかるんですよね。だって傷つかないもん、こっちはっていう、うん、こっちはこっちでやるからね。漫画はね、でもファンとしてはやきもきしちゃうっていうのも多分重々に分かってはいると思うんですけどね。まあでも蓋開けたらすごい成功するかもしれないもんね。あり得る。そうなんですよね、博打だとは思いますよ、やっぱり。ふーちゃんは実写化の話来てないのかい。実写化あーしないかな。実写化ステピピック実写化はどうするんだ。俺としてはしてほしいですけどね。誰にやってもらう？誰にやってもらおうかな。もうよりどりみどりですからね。誰でもいいって言ったら。やっぱりパッキさんとタキさんじゃない？あー、いや、オープニングとかもう全然。10分ごとに交代するみたいな感じでもいいですけどね。ああ。カットごとに役者変わってんでしょ？そう、カットごとにもうバトンみたいな感じで変わっていって。新しい。新しいな。うん。面白そうですけどね。ところどころ異常な大物が入ってくるとかね。そう。多分、一番面白がれる自信あります、俺が。うん、そうだよね。ど
どうする、やっぱあの 縁深いエンさんにも出てもらう、出てほしいですね。女装だよ、ね、何でも言うよ。もしもイフの話だからね、何でも言うよ、うん、してほしいです。ヘルシェイク役で出てもらおうか。ヘルシェイク役か。音楽性がちょっと違うけどいいのかな。ロックかな。結構ヘビメタとか、ロックとかそういうイメージですけどね、あの激しめだよね、あの 見た目的にはね。そうですね、楽しみだね、ポプテピピックの実写がね。はい、確かに皆さん楽しみにしていてください。頑張りますんで。俺らと違ってその実写化のドキドキワクワクがあるのはブクちゃんだけだから、ここにいる中だと。あ、でも今一番実写化に近いのはゴーホンフィア梶田くんですよ。ああ、そうですね。どうやって？どうやってやんのよ。どうもこうももう俺らがやるだけですから。あれ、まあ、あれの話を実写にできるんなら、ポップでも同じ方法でできるよ。そのぐらいこの高等無形さがあるから。うん。いけるならね。いけるいける。うん。ああ、呪術もね、2.5 だけど、舞台をね。やるわけだから、ああ、楽しみあれ。うん。あの五条先生の役の人が俺らのネオ様ですから。うん、我らがネオ様。うん。そしてアンク。最高じゃないですか、うん。どうやってやるんだろう。いやー、やっぱ領域展開ですよね。いや、この間もほらね、ちょっと話してたけど、うん、あいつは。うん、マスクを取ると髪型が変わるんだけど、どうやってやるのっていう。ああ、話しましたね。確かに言われてみればって。そうなのよね。あれはマスク取っただけじゃ前髪あんな風に下りないからねっていう話だからな。予想では、俺の予想では舞台が暗転して、うん、一瞬で変える、一瞬で髪ガサガサガサってやって、いやズラだと思うからな、あれ。かなんか映像と戦ってる風にしちゃうとか、うん、で撮ったら出てくるみたいな。あー、そこのところを、うん、あー、そんなのな。まあひょっとしたらね、そういう 2.5 次元よく見てる方たちだと、そういう時ってこうやりますよって知ってるかもしれないけど、うん、うん、俺ら知らないからな。 あれっすよね、あの2次元のキャラクターを 2.5 次元化するときに、うん、結構身長の話とかする人いるじゃないですか。ああ、はいはい。それは無理だろって思いますよね、まあ、やっぱり。そこまで条件整えたい、さらに芝居もできる人でって探してくるのはかなりハードル高いね。つからないでしょう。五条先生なんて190cm 超えてんねよ、あいつ。うん。それだけで、だいぶ狭くて。細いイケメンって。でかすぎるんだよね。うん。だからまあ舞台に立った時に、もし本当にそんな役者引っ張ってこえたとしても、うん、絵的に異様になっちゃいますよ。あのね、そうだと思うよ。漫画とかアニメとかは絵の嘘をついてるからさ、虎杖、うん、たちに対して実際その170いくつと190の差では描いてないと思うから、うん、そんなには。うん、常にステージでそうなるとちょっと。なんか浮くと思うな。あ、目立ちすぎちゃいますよね、一人だけでかすぎ、うん、あと、ジョーゴはどうすんの。ジョーゴ出ないのかな。あれはもう出るとしたら着ぐるみだよね、特撮みたいなスーツでしょ。着ぐるみだよね、あれね。うん、気になるな。うん、2.5 次元は気合が入ってますからね。だってあの、ね、トグロアニマで再現をしたという。そうだね。あれすごかった。トグロ兄弟、肩に乗せてっていうのをね、頑張るわけだからね。最高でしたね、あれ。あ、ジョーゴ出る。コメントでジョーゴ出るよって言ってるわ。ジョーゴかぶり物だったんだ。かぶり物なんだ。え、パンダは、パンダ。パンダ着ぐるみじゃないですか。パンダ着ぐるみかな。2.5 すごいな。楽しみですね。もうね。もうこうな 2.5 次元ものの提供案件とか来ないかな。うん、何を宣伝するんだよ。まあ、ある意味。役者さん呼んで一緒に開封ですから。そうね。提供は無理かもしれないけど、その宮野くん来てくれた時がさ、舞台の宣伝だったじゃない。うん。ああいう感じので、その、
コラボはできるかもね。ああ、いるかも。そうそうそう。でも結構効果ありそうでしたけどね。宮野さんの舞台俺、うん、見たくなりましたもんだって、うん、最後の説明聞いて、うん、いや面白そうだよね。うん、面白そうって思った。うん、てくれるかな三浦さん。会いてえ。欲望が出たわ今、すまん。じゃあ俺もあれでなんだっけ、千と千尋の舞台の宣伝で橋本環奈出てくんないかな。なんで千と千尋、うちと何の関係あるんですか千と千尋。え、いやまあ、あんまりないけど。入野さんもたまに見てくれてるっていうことで、わしゃがな千尋。遠いな、薄いな、縁が。薄いな。それ、入野さん来てもらおうが早いぞ。確かに、入野くんが来たらいいだけだ。うん、いや、なんかね、そういう。こうあの人と会いたいを結構みんな叶えたりするからね、案外今の世の中って、叶えやすいですからね、特に YouTube っちゅう、なんだかんだね、結構うちも来ますからね、この人逆オファーみたいなのたまに来るじゃないですか、実現するかどうかは別として、やっぱあまりにもちょっとシナジーが薄いとね、こう見てる人が困惑しそうだから、ちょっといい企画が出るまでは寝かしとこうみたいなあたりはするけどね、そういうのもありますね。いやありがたいけれども来てもらったてっていう、何の話をすればいいんだ、どうしようみたいなのもねあったりはするけど、まあまあまあ確かにあるね、まあ、ちょっとね皆さん今後のわしゃがな TV に要注目とということでよろしくお願いします。はい、さあじゃあゲームやりますかね。やりましょう。ちょっとゲームをやる前に概要欄を更新して、じゃあはい、今日のゲームこちら、はい、これなんていうことだ、夜回り、夜回りです、夜回りで合ってたよね確かね、夜回り3という3なんだ、3です、3だと思ってた、実は3なんですよ。そっか、しかも本日発売の取れたてピチピチの新作でございます。うん、今日発売だったんだ。今日発売日。これ、この間、レディオ4ゲーマーで来てくださったんで、うん、その場で許可取りました。うん、はい、あ、本当？やらせてもらえませんかって言ったら、ああ、もちろんですって、もう返事、二つ返事で OK しておきました。やったな。ありがたいですね。やりましたね。これね、ずっとやりたかったんですよ、夜回りシリーズ。俺、1はちょっとやったよ。最後までやったかちょっと覚えてないんだけど、なんか犬探すやつだよね。そうなんですよ、それを覚えてる上で今回やるとちょっと驚きますよ、ほんと。うん、そりゃは犬探したなっていう、あ、そう、コメントでもね、今夜回りは実況不可なのにすごいっていうのがあったけど、そうなのよ、ガイドラインでいくと基本的には夜回りこのシリーズはなんか実況禁止に近いんですよ。だけどまあそうやってスタッフさんにね自家交渉できれば、なんと OK がもらえるという。これ男の子なの、これ。いやこれはですね、多分いつも女の子だよね。一応ベースは多分女の子としてデザインしてるんですけど、今回は性別をはっきりさせてないんですよ。あ、そうなんだ。全然男の娘と書いて男の子と考えてもいいですし。複雑になってきたな。うん。よいしょ。前髪。好みのデザイン。2種類ある。結構あるな、カスタム要素が。前髪だけでありますから、ね。どうしようかな。分かりやすくしておこうかじゃ。あ、かわいい。あら、三つ編みお好みで。どうしようかな。お団子。こういうの、お団子もいいね。あ、ポニーテールもいいね。ポニーテール。最近いないですからね、ポニーテールの子。最近あんま見かけないし、ね。ああ、確かに。ポニーテールってね、頭疲れるんだって。頭皮が引かれるんですよ、ね。そうそう。なんか、ポニーテールハゲとかまでできちゃうんでしょ、やりすぎてると。うん、そうなんだ。うん、なんかね、一部分を異常にこう引っ張っちゃうらしいのよ、ポニーテールって。うんうん。負担がかかるのは良くないですよね。ミニツインテか。ツインテ。ツインテですね。やっぱ俺といえばツインテなとこあるからな。そこ。
そうなんですか。そんなイメージあったから、ね。中村雄一といえばツインテ。うん。ちょっとこの、小田さんの姫感でいこう。小田さんの姫感いきます。うん。何色ですか。金色？金髪？金髪これ。金髪ですね。これ茶髪ですね。これピンク？これ金です。これ金？ええ。これが茶で、これも茶で。じゃあ、これにしよう。なるほど。金髪ツインテ。うん。カバンありなし色。OK。アクセサリーは？なし。なし。お名前は？前4文字。どうしようかな。ゆずのままでもいい気はするけど。まみこ。します？いやいや、いつもまみこじゃ芸がないって。怖い思いさせられるのに今から。かわいそうに。まみこ、俺が守るから大丈夫。大丈夫だよ。呪霊してるわ。いやだーってなってる。いやーってなる。リカちゃんみたい。え？トイレバンバンですね。閉じ込められてんのかな？なんかちょっと嫌な予感ですよね。うん。相変わらず音の作りがすごいわ。環境音でね。え、環境音が。あ、ここで性別を決める感じなのか。いや、僕っ子の可能性があるんですよね、この場合。いや、私だでいいよ。僕っ子じゃないんだ。金髪ツインって僕っ子じゃないんだ。いや、違うよ。マミコだからね。確かに。なんだなんだ、見るなり、見るなりひどくないそれ。友達じゃないのか。あいつはですよ、トイレバンバンしてたの。あのゲージが好きなっすね。あ、これスタミナゲージ。うわ、感じ悪っ。あー、はぶられてる。マミコは可愛いからって。そうですね。見とくか。この辺でちょっと感じ悪い感じでムーンウォークしとく。バスケやってんの。あ、わわわ。で避けて。わ、もうじゃあダッシュで逃げよう。思い出すな。なんかなんちゃら菌だとか言われて いじめられるの思い出す。ああ、なんちゃら菌ね。なんちゃら菌、サルモネラ菌とかそういうやつでしょ。もう。そう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 。みんなすぐなんたら菌にするよね、小学生は。お、本当にガキって。あ、誰だ。おい。あ。誰だてめえ。だ、お前だろお前、今目合ったろおい。口にねじ込んでやりましょう、この紙くず。戻してやるよ。紙プラス1。めっちゃプラ、めっちゃポジティブ。あ、ゴミ箱に捨てる。箱にシューです、ね。あー、おい、お何してんねん。ムカつく。シャイニングウィザードしましょう。見て、膝をついたところにシャイニングウィザードでマミコは飛び込む。女の子にそんなんしたらあかんよ。ひどいな。格好なんかね、めちゃくちゃにされちゃえばいいのに。そうだよ。鬼滅回遊に巻き込まれればいいんですよ、今度。ゲーム始まんの。うん。あ、通りにくいわ、ここ。クスクスされてる。クスクスされる。あ、紙だ。何が書いてあるんだ？うん。うわぁ。うわ。マミコ、呪い。書いてある。上は何て書いてんの？チって書いてありますね。なんか矢印の横に中村って書いてあるように見える。いやいやいや、やめろよ。矢印の横？矢印、あのマミコのうちょっと右に矢印あるじゃないですか。あるある。あ、その上か。その右、あのバツバツバツみたいなとこ。ああ
中村見えなくないですか、まあ、何見えるからね見せバカって書いてます、俺がこんなこと書くわけないじゃんうわゲットだぜ、あ落ちるわ気分が、こんなんゲットしてどうすんね、私も入れてよ、ねえねえこんなんするか嫌われるのかなねえねえ、うん、ねえ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 、メンタルあればいじめられないと思う、そうねあれハテナハテナ出るけど特に何のアクションもできないんだ、多分遠いっすね、そこじゃなくてドアの前とかだと思う、そういうことか、んドアというか多分見てる壁かな、壁の壁に対してのアクションが出てるのかもしれない、ここか、ここに反応してる、うわっ、あすげえ、トラップまみれだ、随分古典的な話かけてくるな、お前が、あお前が、え、これなんかボタンを押すと張り倒すとかないのそういうコマンドはないんだ、夜回りの主人公って本当にか弱くて、うん、抵抗手段一切ないんですよ、いやもうマジで2周目からはつけてよ、ああ、パンチボタンとか、うん、サイレンみたいなね、うわうわ、あ、やんだ、ああかわいそう、うわだと思ったよ、あ机もあ、なんでこんなにいじめるんだよ、だと思ったよ、来るな死ねって書いてある、あよかった俺アクセサリーでリボンあったじゃん、あのリボンつけてたら俺もっと心つらかったよ、わかるこのこの感じ、うん、いじめられてる子ってさもうだんだんこう目立ちたくないとかなってくるわけじゃん、あーそうですね、でもさリボンをああいう派手なリボンをしたりするっていうのはさやっぱりその外に行く時に対してのこのちょっとおめかしなわけじゃない、そういう気持ちを持ってきてるのにさ、こういう扱いを受けた時のショックって多分通常よりもきついと思うんだよね、いいっすよ、本当に、あー椅子捨てられてん、なんで俺こんなゲームやらされてんの今こんなゲームを作ったところがあるんですよ中村さん、そうか、まともな神経じゃないうわーなんか虫渡されてる、いやミミズ何これ、え食えって、食えよって渡されたんでしょ、逃げろ逃げろ、食べない、ダメダメダメ、あ選べない、うわ、うわ選ばせてくんない、マジかクソだわ、大丈夫、ベアグリルスの動画を見て勇気を高めよう、大丈夫だって食べれるんだ、希少な特権ですって言って大体食べてるから、うわあああマミコ絶対良くない虫だろ、もう良くない、まあそんな食用の何かじゃないよね、こんな奴らが用意するやつ、吐いちゃう吐いちゃうって、もう吐き出せ吐き出せ、でまたトイレ行くの、ね、こういうゲームやってると介入したくなりますよ、うん、飛び込んでって大暴れしてやりたいって、わかる、むちゃくちゃにしてやるっつって、そう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 、もうむちゃくちゃにしてやるっつって、むちゃにしてやるっつって金網引きちぎって、うん、あーこれ、あちょっと待って、これ嫌なルートだよこれ、あーこれ屋上です、これ屋上でしょ、もうほら、うん、一本道になってるもん、フェンスへ、フェンスへ一直線よ、うん、つれんだよな、あーもうなんでここ開いちゃったのか、フェンス、プロすぎだってこの学校、なんだよこの街汚ねえな、この街北斗の拳の街みたいになってるけどなんかこう地球滅びかけてるんですかね、これこれなんかね、うん、なんだろう、ジアースが暴れたのか、そうね、急がれ時っすね、死ぬなよ、学校を卒業すりゃいいことあるから、ええ、
なんか、ワンの時と空気違うんだけど。今回ちょっと、これまでのシリーズと、コンセプトというか、そうだね、違うよね。操作性も若干変わってるところあります。ワンの時はもう普通になんかね、こういうちょっと人間的鬱じゃなくてさ、本当に心霊的なものだったじゃない。靴揃えてる。あら。靴忘れ、待って、俺これ、靴忘れてるよ。この展開これ。あ、マミコ、靴忘れてるよ。体験版しかやってねえから、こんな展開知らないんだけど。あ、そうなんだ。そうなんだ。体験版って導入がなかったってこと？全然違います。あー、なるほどね。なんて、あの後、怪異になって、見えない、顔を見えない子たちを一人ずつ始末していくゲームかと思ったのに。復讐、マミコの復讐の物語なの。うん。うん。カットしたいよね。したい。でもなんか、とりあえず、生きてるのかなんかわかんないけど、謎の祠の場所にいるけど、これあの世との境目かな。そうですね。ここ世ではなさそうですね。昔の映画のなんか、はい、あの、蘇りってやつでこんな場所出てたけど。懐かしいですね。あー、懐かしい。ね。遅刻の、あれを、霊場を逆に回るってやつ。あれくせえなぁ。ですか。あれ？これじゃないんだ。ただの灯籠かと思います。そうだね。カラス。めちゃくちゃカラスいるよ。わー元気だなぁ。わぁ元気さ、現世で発揮してほしかったな。本当だよな。発揮してたけどな。まあ、俺版は発揮してたけど、通じなかった。中村雄一は発揮してた。おうん。やんちゃボーイだから。おうん、ダメだったわ。なんだなんだ。目縄がそこら中にある。なんか始まった。何これ？あれ？誰か死んでる。これ人？何これ？知らないですかね。懐中電灯を押して。懐中電灯を多分ゲットするんだよね、これ。アイテムとして。じゃないから。はい。借りちゃえ、借りちゃえ。近づいてきてる。お、なしだ。渡んの？ここ渡る方が怖いと思うけど。あー、パッドでオンオフ。なるほど。えい。あれ？おー。あれ？ここにあったはずなんだかな。あら。名探偵になってる。ペロ。生産狩り。殺人年齢層が違いそう。走れなくなった。なんか落ちてきた。今何だったかな。一瞬しか見えなかった。結構デカめのものが落ちてたけど。マガタマじゃないか。マガタマ。うわ、もしや。ガンガンアイテムを支給されるんだけど。これを飲み込んで新女神転生3みたいに。刺激するの。あひとしゅらに。あ、刺激できるのはね、それで倒せばいい。恋しい。恋しい。マガタマだと思う。うわ、おマガタマじゃないね。おうん。力が欲しいか。ベリドットだ。ベリットベリット、ベリット。ベリット。ショックが始まる、これ。ショックが始まる。
ゴッドハンドになるのか、マミコ。復讐できる。なんだなんだ。だ。目つぶってます。あ、目がやられたのか。目やられた。ああ。今動かしてるんですか。全然動かせない。あ、動かせるようになった。うわあ、何も見えん。これはマミコの絵じゃないよね。マミコが描いてんのかな。何歳生ってのは、ひょっとしてだいぶ小さい子なのか。小学生ですね。小学生か。あ、うん。小学校低学年くらいじゃないかと。どうせ人に歩くんだろうな、多分。大丈夫大丈夫。見えない。大丈夫。ドラゴンシリウもね、目見えるようになったから。あ、シリウ。誰が来た。あ。ん？誰ですか。しかして目が見えない。次元のおっさんかな。青い光は多分敵対的じゃないんですよ。赤いんだっけ？赤いのやばいっす。前そんなだったよね。今回結構目をつぶるアクションが多いでね。音を頼りにやんのか。なるほど。鳴らして鳴らして。分かりやすい。だけあったけ。なんで知ってるんだ。空を見上げてしまった。呪われた。ええー。待て待て待て。いきなり蹴ったりだな。いじめられた上に呪われて。これはもうなんかあれだよね。多分こう、手を取ってくれないあたり、まあなんか理由があるんだよね。まあ、この世の王じゃなさそうですね。そんなん言われても。お？え？え？教えられた？思った？いや、さっきベヘリット拾っただけなんでね。わかんないよ。呪い特報を教わってないよ。なんだ？なんだ？一般な呪われるのはなんかちょっとシーンっぽいな。知り合い？出口に着いた。目がカットした。あ、この人。あ、これまた違う人か。これ人だな。あ、さっきの人か。さっきの子。おお。そんなこと、野田にこんな友達いました？いない。
何を持っていないと断言してるんですか。書き方教えて。思い出を探す。思い出を探さなきゃいけない。なんか記憶にはあるんだ。まず出なきゃいけない。うん。なんでダッシュで行くんだよ。置き去りにするほどのダッシュ決めてんだけど、あいつ。マジダッシュじゃん。マジダッシュだよ。どれだい？あ、いるのか、じゃあ。ある。お、いるね。ミニッキみたいなやつ。うん。わからないように。うん。ああ、それで目を閉じるのか。気づいちゃダメなんです。ああ、こうやっていくんだ。で、気配でいくってこと。なんかモヤモヤが。今比較的見えてます。あいつなんでだからダッシュなんだよ。こうやっ。なるほど。海外の動きを見ないと。これは大変だ。いっぱいいるけど、避けながらでいいのか。目を閉じている限りはこいつらは動かないんだ。はい。いやもう無敵じゃん。あ、ここにいるタイプのやつらだけじゃないのが厄介なんです。あ、目で見ないとダメなのもいるとか。見てない間に動くやつもいる。いけたかな。あ、うん、もしかしたらさっきの変な石で化け物の見えちゃう能力を得てしまったのかもしれない。ああ見ちゃうと襲ってくるから呪いですね、確かに。そうね。うんうんうん。お、え？誰？どうした？さっきの人？お姉さん。ワクワクやん。あんな走るから。走ったから。乳酸が。足ガクガクやん。やばい。ラノベのやつみたいなこと言い出した。本当ですね。もう時間がないのか。覚醒しちゃうタイプ。あ、消えてる。ん？今なんか消えたね。パーツが。パーツ消えた。うん。なんか化け物になりそうだったんじゃん、今の。うん。あ、うん。この人は呪われてるんだ。呪われ仲間か。うん。呪友ってやつですね。呪メイトや。ノロメイト。ノロメイト。銀行よりも年は上に見えます、ね。上なんだろうね。うん。大人なのか中高生なのか。オッケー。おい、小さな鳥居ね。でも、あいつらがいるんでしょ？何くれた？時計をくれた。オメガの時計を。バカ。
ぱいになっちゃった。置いといて。うん。方面の目標なんだな、じゃあそれが。思い出して、まあ、顛末を思い出して、またここに帰ってくると。うん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 。気になりますな、展開が。うん。コメントでフランク・ミューラをもらったんじゃないって言ってた。フランク・ミューラじゃないよ。フランク・ミューラは裁判に勝ってるんで。そうなんだよね。あれね。あれ実は勝ってんだよね。あれ堂々と売られてんだよね、今ね。でも、オメガの方の、うん、オメコはダメでした。それはダメだ。オメコダメでした。OK。ん？髪切れ。鳥居の先は目を閉じろだって。ああ、もうこれ、シリュウも言われてたな。中村さんのデータベース、シリュウしかいないですか。ご老法でいい。ご老法じゃないわ。あの、クロス直してもらいに行くときに言われてたな。何があっても絶対に振り向くなって。マジですると、まあ、イザナギ、イザナミの話ですね。はい。よもつ平坂の。9時になるまでに呪いを解く。これ？これ青い？これ、あ、緑色に見えますけど、多分青って判断じゃないですか。で、こっから先は何だっけ、うん、目を閉じるのね。後ろを振り向くなって。振り向かないで。アムロやん。突然歌い出すやん。うぜ。アムロアムロ、あれもっといい風歌だけど、いい雰囲気の時の歌だけど。このシーン終わるまでずっと歌い続けなきゃダメ。瞬く星はアムロ、お前が生まれたふるさとだ。こっから盛り上がるんですよ。覚えているかいって。ああ、なんか来た来た来た。それを歌いながらマミコがね、歩いてると思えば。あ、なんか正面からなんか来ましたけど。あ、いた。あ、でも見ちゃダメなんだ。あ、油断しちゃダメなんだ。あ、あれお姉さんっつって解いちゃダメってことだよね。思い出せ。なんやねん。あ、かっこいい。動画みたいな。あ、でも後ろからあの光が出てる。あー、でもこれ、そうか、振り返っちゃダメだね。覚えているかいーと。わわわわわ。五年の日のことを。鈴返せって言われてるけど、鈴ってなんすか。返さん。返さん。鈴、俺持ってないと思うんだけど。うん。うわぁ。お。あら。どこ？屋上じゃないのこれ。ほんとだ。戻ってきた。向かいのビルに飛び移ったのかな。いや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 。パルクール。パルクール決めてただけだったのが靴脱いで。そういうゲームだったか。絶対いじめられないでしょ、そういう。そんなやつ。そんなやつもう。でもなんか景色的にはね、学校の屋上じゃないとこみたいっつってるから似てるってことでしょ。おかしいでしょ、だって。明らかになんか社と。あ、そうあるね。うん、三つ星の町なのね。うん。普通の音だ。やろ。ここにだから、あれじゃないの、その、ジャンプして突っ込んできたんじゃないの。ああ、逆側。うん。学校の隣に何でしょ、この建物の、これ。何なんですか、これ。
家で思い出せと。うん、どうしよう。いじめで死んじゃいけないよ。お、生きててよかった。生きてりゃ復讐もできるんだ。この通り。あ、歩かされるな。あ、猫ちゃん。麦？知り合い？猫ちゃん。猫ちゃん。いる猫なの、ホラーで可愛い猫が見ると超身構えちゃうんですよね。まあ、突然バグルってなるからね。なんか、かわいそうな目に遭うことが多いから、うん、猫はね、大体ね。すげえなんか身構えちゃいます。これまでは動物ポジションは犬だったんですよ。そうだね。外飼いの猫ちゃんなんだよね、麦ちゃん。これ現代じゃないよね。いやー、これ廃墟ですね、果てて。これ何かの戦いのあった後だよね、もう。大きな戦いのですね。うん、あれ、どこ行くんだ。あ、それ左下です。手前なんだ。ちょっとね、操作ルールが特殊で。ちょっとツタ張りすぎじゃない？いや、そうなのよ。これ、だって、ラストオブアースでしか見たことないよ、これ。そうですね。クリッカーが出てきますね、これ。あれ？こっちか。これ。違うか。妖精は何やってんだ、こんな建物ほっといて。おかしいよね。これが普通にある世界なのか、なんかまだその異界というか、ちょっとおかしな場所のままなのかが分かんないからさ。中継地点なのかな。うん、ようぜ。え、やめとくがあんの？いやいやいや、選ぶ理由ないっしょ。探索パートでもあんの？ここからもう戻れませんよって話じゃないですか。あ、工事現場？いや、おかしいでしょ。工事現場だとしてもおかしいでしょ。え、家知ってんの？ワイの家。飼い猫ですからね。首輪ついてるもんね。セーブポイント？そうなんですけど、本作のセーブちょっと独特でして。うん。バイオハザードのインクリボンみたいなセーブできないんですよ。回数制なのか、消費アイテム使って。アイテム消費制なんですよ。あ、10円玉ね。そう。拾えると。世の中金だからな。世の中がね、地獄の沙汰も金次第。そう、金次第だよ。昔の人はね、サンズの川を渡るためのお金を持たせられたわけだから。六門線でしたね。これか。絶対触れないように。触れたわ。危ないからね。猫どこ行った？完全見失ったんだわ。ああ。進行不能になってるわ、ちゃんと。住み慣れたこの町、この調べられるもののサーチが逆に広いことによって他にもあるんじゃないかと思ってしまうね、思わず。そうですね、見分けポイントとしては、うん、基本的に懐中電灯で照らしてる先で光ってるものっていろいろアイテムなんです。なるほど。照らして何もなかったら基本何もないんです。お、あ、何いう声、このパターン？いや、まだ出てないですね。何かいたら多分視界に飛び込んでくるはずなので。電話ボックス。電話ボックスだね。うん、入れないわ。10円持ってる中で電話かけりゃいいの。そう、なんかそういう施設じゃないみたいな。
子供っぽい汚い文字で、おばあちゃんから聞いたけど、町に落ちてるものを拾ったりすると、人面鳥とお化けに見つかって食べられちゃう。うわ、さっき拾ったわ。20円拾ってしまった。拾ってしまいましたな。なんと。お、うち？どんちや。他人の家ですね。周りは別に、他の人がいい助けてくれないんですよね。来た。あ、来た。どうすんだこれ。あ、回避したよ。返さない。現状は、結構その今作におけるキーキャラなんで、まあ、イベント派生だったらそんな命にかかるのはないんじゃないかな。なるほどなるほど。この家もおかしいもんね、なんか、中がもうやばい。終了したわ。来た、いますよ。これでいいの？そう、若い。あいつランダムにうろつくんで、時に気をつけながら。なんかめっちゃ来てるね。どう抜けりゃいいんだこれ。長い人前だから上行かなきゃダメです。横抜けなきゃダメか。すり抜けるしかないです。あ、右行けるか。もう右下行けそうだね。あ、なんか続いて。でクリアもう大丈夫。あ、ダメだ。ここでどうだ。もう大丈夫でしょう。おお。OK。でもうちじゃ。悪いものは見なくてよろしい。おお。なんだこれはどう、これはどうするもんなんだ。こいつはね、あの一瞬出てきたらそのまま引っ込むんで。なんやねん。そしたらもうしばい。なん、まあ、ある種別に悪い人でもないという。まあ、昔ながらの妖怪ですよね。やばい。悪いやつがいる。いつの間にか徘徊しまくってるやん。落ちてる。落ちてるね。あれもやばいんだよね。やばいですね。あいつちょっとどういう動きするのか俺初めて見るから分かんないです。U ターンしてくるかな。できそう。要はこの電球が赤いとこやばいってことかな。そんなこともないっすね。あ、来た。あいつ巡回してますね、この辺を。だから後ろ向いてる間に拾って逃げた方がいいです、ね。行け。原因を散歩してる。あれ？うん？お？お？お？ファ？ファ？ファ？ライトで照らさないと。あ？ライトで照らしてないと見えないんですよ。あ、またいた。またいた。はべ。右の相手も欲しいっすね。右に相手もあった？あった。うん。こっち？もう大丈夫です。信号なくなった。お！なんと！捕まえてる。どうすりゃいいのこれ？逃げるだけです。これは。回避ベガ。あ、チャリか。石でどつく。本作のメインウェポンです。一番投げやすい。石は何度投げても拾えるんで。ああ、そういうこと。あ、一応これマップになってるわ。右にあるね、まあ、お家。ほんとだ。もうそろそろ着きますね。うん。そうだ、もう1、2回あるな。接敵がある。マンホール怖い。マンホール怖い。なんかそこあるよ。なんかありますね。気になりますね。セーブ用のアイテムは結構手に入ります。なんでもないみたい。セーブしときますか。セーブだね。このゲーム死ぬとマジでセーブポイントから再開なんで。なるほど。あ、やってるね、猫ちゃん。引きずり込まれない？大丈夫？大丈夫だと思いたいですね、猫ちゃん。お、大丈夫だった。
校行かなくていいよ。おじちゃんたちが呪い解いてあげるから。見つけてあげよう。一晩で。でも学校の奴らから受けた呪いの方がきついもんな。本当ですよ。あいつら血が出れば倒せるんで。あいつら出血するんで。うん、確かに。あいつらはダメージを受けるからな。血属性のついてるウェポンでいけるんで。うん。残属性に弱いから。残属性弱いです。全部に弱い。残にも凸にも。ダニも弱い。そうですね。全属性。ザコじゃないですか。ザコ、クソザコだから。ウィークだらけだから。じゃないどの武器で接敵してもウィークって出るから。うん。You are beautiful. でもいない。父さん？うん。でも、両親いるのかい？でも、家、あの、玄関の靴の配置的には今誰もいないはずなんだけどね。ねえ。靴がひっくり返ってるのは弟がなんかいるのかな？わんぱくな脱ぎ方してますね。うん。いや、これで家庭も荒れてたら目当てられんな。まあやね。これ、これ本ならこれ、ここ多分トイレだと思うんだけど、これトイレで読む用の本がコレクションされてますね。うん。うん。トイレ読書ははかどるからな。そういうことだね。うん。いい家住んでんじゃん。お、なんか映ってる。あれ。これか。びっくりマーク2つだったな、今。何か思い出すんだね、やっぱり。思い出しアイテムのことだ。思い出を振り返るんじゃないですか。思い出を集めていくんですね。ほうほう。ブラシが泣いている。ああ、もう見たくない、もう見たくない。お、この時はまだ話しかけられてた。いじめ？いじめか？じゃないのか。これを貸したことによって何かが。お姉さんにもらったもの。ああ、もっと前から。あ、なんかお姉さんはあのお姉さんとイコールなのか、これかもしれないです。なんすかね。近所のお姉さんか。わざわざ廊下に歩いてるやつに鉛筆借りに来る。あ、うん、なんか覗かない方がいいんじゃないか。わかんないと違う。これはなんかいじめとかの話じゃないぞ。そういう問題じゃないですね。あの時に落としたのがこれってこと？あー、これを探しに行くんだ。おう、何かを落としたからみたいな。うんうんうん。何、学校かヒントか。うん。今、教室のナンバーとかありました？見損ねた気がする。元気に挨拶って書いてあった、上に。うん。何かなくした。うん。それをなぜか夜に行くんだろう、お前は。
やはり。タイトル回収ですよ。イネの束。なんでイネの束部屋にイネの束が。OK、思い出そうか。あそこには、あそこは住んでる人以外あまり行かない場所。あの田んぼのこと。物持ちいいのね。休むと何？いや、わかんないっすね。セーブか。セーブか。ああ。ノーリスクセーブができる。うん。お、気が、はい、え？あ、そういう。キャラチェーン。あ、はい。なんか拾ったアイテムとかで、おしゃれな。ああ、なるほど、なるほど。そういうものもあると。あ、稲も見れる。稲の思い出見れるよ。理解しましょう。ここで、どっちに行くかっていう分岐になるんですかね。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。まだ小さい時の。今のがお姉さんだ。お姉さんです。やばいって、シミナーはダメだった。また落とした。もう小さい時から落としまくりやん。ドロップ率高いですね。ドロップ率高い。絶対こいつに大事なもの預けないようにしなきゃ。うん。やばいやばいやばい。今回はですね、聞くところによると、うん、攻略の順番が決まってないらしいんですよ。ああ、じゃあ好きなのからってことだね。はい。だから、鉛筆行くなり、稲行くなり、好きな方から探しに行きゃいいんですけど。記憶の断片を探して、なんか真相を確かめてねっていう感じなのかな。この絵だけじゃ全然なんかわかんないね。左端のは多分ダンベルだと思う。俺も思った。ダンベルかなと思ったけど、ダンベルの思い出なんかあんのかって感じだよね。多分思い出の筋トレアイテムだと思うんですけど。右端がジッポーだと思うんです。ジッポーでしょ？ジッポーだと思う。あの時吸ったタバコとか言い出すの。ダンベルとジッポー。あかんや。もう家にはないか。だからとりあえず今の2つのうちどっちかとりあえず行ってきなっていう作りか。どっちか探しに行くべきですね。で、じゃあ、学校行くか？学校行きます？まあ途中で、あれ見か、稲の場所見かけたらそれでもいいけど。そうですね。近いかもしれないですね。ハイビル。学校じゃないんだ。ハイビルなんだ。6時までっつってたよね。そういえば。時間制限あるじゃん。よく見たら。ああ、ほんとだ。ほんとだ。トリミットだ。懐中時計か。たぶん、リアルタイム経過ではないから大丈夫だと思います。まあね。なんか一つイベントやるたびに、何分とかかな。行くけ。親に言えないのかい。私呪われちゃったのって、まあ、信じてくれないな。そりゃそうよ。どこ行きゃいいんだろう。あの顔のマーク何？セーブポイントか。あれお地蔵さんのポイントです。お地蔵さんの場所だね。下降りてもルートあるんですけれども、うん、学校って通学路を考えると、うん、そんな無茶なルートじゃないと思うんですよ。だと思うよね。ここに移動してみましょう。くれ！うわぁ！アラススレイヤーだ。あ、なんか、看板に地図みたいなの書いてますね。マッピングかな？おぉ、マッピング。学校遠い。遠いですね。左か。お堂がないから。田んぼも見えないし。ないもんね。だから稲はちょっと、うん。ヒント的には厳しいから。左突き当たりまで行って。うん。その後左だね。感じです。うん。うん。うん。ヘイ、シリーって言いたいっす。ほんとだよ。確かに。この街の地図を出して。それはできません。肝心な時に役に言われるやつ。この辺いたな。いなく、あ、
まだこの先か、いたの。ポップなのかどうかもわからんぞ。レンガやたら落ちてんな。うん、セーブしようがないですね。あれ、なんかさっきも同じとこで同じもん拾いましたね。うん、復活してる。これ、あの赤いのに触れちゃダメなんでね。触れたら死にます。目閉じてでも。ええ、死にます。どうすりゃいいんだろう。どのルートだ。あ、ひどくちだ。あいつ、ランダムで結構同じ箇所うろうろしてるんで。場合によっては、もうあの、横をダッシュで駆け抜ける。ああ、いや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 。お前、お前見えてるやろ。ランダムで動くからあいつ結構厄介なんですよ。そう。駆け抜ける嵐作戦で行くしかない。てかまあ これがどこに繋がってるかわかんないけど、こっちルート。もうあいつ嫌いなんですよ。白カビゴミ野郎って呼んでます、あいつのこと。白カビゴミ野郎ですか。正式名称わかんないんで。なんか出てましたね、今。向こう側かな、これのことかな。ああ、こっちの方が早いかもしれない。こっちルートで行ってみるか。あ、チャリ。あれ、チャリ乗れよ、マザーみたいに。本当だ。あ、ドーク。ワンちゃん。ドーク死ぬわ。あいつ死んだわ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。おい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 。あいつ死、あいつ行ったわ。わ、出たる。あれ今、これは今のドッグじゃないですか。違うかどうか、まあ、犬が予兆だったのは確かですね。こいつに向かって吠えてたんでしょう。これ、もう見つからなきゃいいんだよね。こいつも見つからなきゃ多分大丈夫だと思います。見つかった。大丈夫。吠えただけだった。ドッグあ、いた。ドッグを追跡するか。うん。なんかイベントっぽいっす。うん、なんかあるか。ドッグどっちだ。ドッグいた。あ、この家？なんか落ちてる。これもしかして。あ、思い出。締め縄。おお。ダンベル。犬のおもちゃ。おねか。犬飼ってたん？こだ。子猫食べてーってやつ。懐かしい。毎日食べたいよ。子猫。子猫。家に帰んなきゃ見れないんだね、思い出はね。うん、いるわ、道具。つぼもいるわ。つぼおじがいるわ、つぼおじ。かわいい。つくもかわいい。あいつ、あいつに倒される気はしないっす。あいつなら叩き割ってやればね。うん。これやばいな。どんどん学校から遠のいてってんだけど。見てますね。犬の的確なブロックにより、うん、あ、ダメだ。こっちルートダメです。ダメなんだ。おぉ。思い出が足りてないと、あ、いけないのか。全面上に。来た。目閉じて。僕のツボダンス見て。これ、犬も目閉じてたらいいの？犬はもうダメなやつ。いや、試してみないとわかんないです。あ、はい、大丈夫ですね。認識できないっぽい、うん、じゃあ脇歩いていけば通れそうだ。そうやったら、うん、おー、いけたいけた。バーガーが祖先獣だ。結構キワキワっすよ、バーガー。わかります、わかります。なんかやり過ごすときバーガーって言っちゃいます。捨て台詞をバーガーバカだとかクズだとか言っちゃいます。マヌケがとか言っちゃう。ザワーつってそうそうそう、やばい、もうセーブしたい。怖いっすね。こっちだ。もしかしてエルデンリングかもしれない。これもまあエルデンリング。エルデンリングです、ね。覚えげ、死に覚えげ、なんかいたね。なんかいましたね。いいやつじゃないね。あいつ好き。いいんだ、あれ。ずっとカチカチ言いながら、ぴょこぴょこ動いてるんですけど、ちょっと可愛いんですよ。これ、下に線路書いてありますね。うん。
なぜなのか。ここがパーキングのところか。学校遠いな。いや、あの、梶田君お気に入りのやつがいる方向ですね。まあでも右からも行こうと思えば。これなんかありそうだな、パーキング。あ、お前はクリーチャー？お前らは、お前らはクリーチャー？お前、なんか詰まったけど、なんかはまってますけど。猫ちゃんの集会場ですね。うん、7色ボールペンを拾ったよ。お、ジェットストリーム。これは多分武器だな。目に突き立てる。お、色によって効果が違う。そう、違う。属性か。属性？ 7 属性。6属性プラス無かもしれない。なるほど。12だな。こっちセーブポイントあればと思う。また意味のないやつか。じゃあ、めっちゃ声してるけど。要するじゃあ、セーブの気になるな。なんとか切り抜けてこっち行かないとってことね。あー。結構、あ、こいつ結構サーチ高いです。ランダムか。ランダムっぽいっすね。高持ってる。って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 なんだなんだ、どういう状態？動かない。動かない。あ。どうぞ気をつけてください。来てる。あ、やばい、高いっす。ああ。だが俺は引き下がらない。おお。ああ。え、行った。あいつビビってましたね。あいつビってたね。あいつ引いてたね。うん。ぶっちゃけ。今のケース、折り押しするんだ。おお。いやもうだから、それに、うわ、こいつ引かないわっつって、あいつビビってたわけだから。うん、勇気の勝利。セーブポイントマジないやん。だから恐ろしいんですよね。そろそろセーブいるって、これ。左の行き止まりだね。お地蔵さんありそうな感じじゃないですか。なんか変な霊気が漂ってますけど。ありますね。あれ、あかん霊気が漂ってますけど。うん。あれ、カオスよね。ダメっすね。これダメっすね。なんそうですよ、このドンズマン。なんかあるんだろうね、アイテムが。夜の間には幽霊がいっぱいだな。セーブポイントケチりすぎでは。またなんか。セミの死骸です。ああ、セミファイナル、セミファイナル。セミファイナルだ。セミファイナル。セミのファイナルアタック。お、夏の終わり、セミのファイナルアタック。まあ、季節的には夏の終わり頃なんですかね、これ。ちょっと待って。あれ、あ、大丈夫です。相変わらず直線移動の鬼なんで、あいつ。そっか。どうすればいいんだろう。まあ、列変えようっすね。うん、ああ、後ろにぴったりくっついていく。うん。うん。どっか退避ポイントあるとこだよね。ここか、ここか。おお。で、通り過ぎていってくれたら、あ、そんなに動いてない。OK。ダッシュ。ああ、やばい、やばい、やばい。今目がありましたね。今目合いましたよね。そこ、このこの溝を渡れないんだね、この子ね。こいつ、あの、直線しか移動しないから目あっても襲ってこない。関係なさそうだね、これね。接触しなきゃいいっぽいね。うん。来てる来てる来てる。さあ、来ましたか。ついた。この上が多分学校なんだけど、セーブポイントありそうなんだけどな。うん、学校のタイミングでセーブできると思いますけど、ね、あるよね、まあ、ゲーム的には。かな、うん、ゲーム的にはありそうだが、多分こんなにね移動させないと思うから、正面に入っていけばありそうだな。あ、手紙。
左側のフェンス破れてるよ。じゃあなんか行ける場所があるんだね。うん。おう。なんや、こっからは入れないよって。あ、なんかいた。学校の中も足早いやついるぜ。校庭はおなじみですね。多分こいつガードレール乗り越えてこられないですよ。マジで。うん。この辺にじゃあセーブポイントありそうだな。空港ドン。やばい。こいつ追ってくるタイプだ。目つぶんないとまずいっすね。まあ、振り切ることもできますけど。ああ、なるほど。よしやった。なるほど。自動追尾型か。深いですね。3、4体いましたね。これはもう目閉じてじっくり行った方がいいのかな。で、なくはないけれども、この奥は果たして正規ルートなのか。ああでも学校の東の東側、東のフェンスつってるから、うん、多分これしかないと思う。セーブポイント絶対どっかにあるはずなんだよ。本当だよね。こういう配置でいるみたいね。ああ。まあ近づいてきたら目つぶるとかでもいいのかな。まあそれで一回ね帰ってもらって。もうすぐ帰って。ではどうぞ。ここは懐中電灯で照らすと。うん、消えたりとか消えるタイプのやつ。おお。いいかな。大丈夫だ。いえ。広いな。広いな。広い。敷地が広い。セーブしたい。あら、行き止まりだ。10円を手に入れただけだった。どっかに切れ目かなんかない。切れ目があるんだとフェンスがどうこう言うてるから。そうか。高い塀登れないよな。うん、あら。多分ここのどっかにフェンスに切れ目あると思うんだけど。これ壁面が高すぎませんかね。確かに。そうそう、幽霊ゾーンか。ハリー属性で消滅させましょう。ん？ハリー属性で消滅させれる？多分消せれる。あ、こいつ違うやつ、違うやつだ。違うやつ。ああ、危ない危ない。違うね。違うのがいたんですけど首つってる人いたんですけど、やべえ、ちょっと照らしてるか、パッ、誰だお前って思ったのと違うみたいな。あいつ消えるやつじゃないのかな。照らしてないと分かんないんですよね。アップね。なんであの場所あれに多いんだよ。これ登れる。いや、これ張り紙か。こっちじゃないのかな。もうちょっと手前の方にあったんですかね。でももうすぐそこっすもんね、入り口。うん。この、違うか。破れてる？いや。もしかして、もっとぐるっと回っていかなきゃいけないなんてことは。左側なのか。左側経由してか。左側からか。変な運動量だぜ、これ。うん、校舎の東って言ってるから、そもそも北が分かんねえからな、うん、東西南北の方向を間違えてるのかもしれない。こっち側かな。じゃあなんかいたよね、ここ。いないか。いるらしいっす。あ、誰か一応書く。見えないタイプ。見えないタイプだ。
でも立ち止まってますね。やろうってのが。抜けるの？正体がわからない。セーブしてないから嫌なんだよな。ただ切り抜けるだけか。地雷みたいなもんですよね。そうかな、そうそう。あったね。今の階段。階段だね。うん。またセミか。セミファイナルウォーズだよ。セミの死骸だらけですね。あった。いたいたいた。おお。いたね今ね。ここ開かねえんじゃねえかな。あら、小学生だったらこんくらい登れるだろう。これ裏口じゃん、ただの。そうですね。あ、出る時のものだ。あ、いや、じゃあ道違うね、これ。左奥はもう行けなかったです。左奥は多分行けないと思うよ。止まりでした。道ないっぽいけどね。もう一回行ってみようか。あれなんだよね、今日出たゲームだから、あのコメ欄にもいつもだと有識者出てくるんだけど、あのいないっていうね。いないです確かに。やってる人じゃないと分かんないから。山に登るみたいですけど。ああ、これで回り込むのか。なるほど。めんどくさいですね。めっちゃ回り込むっぽいなこれ。いっぱい手にいる。なかったよ、もうあれは。どのセミが襲ってくるかです。いや、ほんだろ、踏みつぶすぞ。毎回踏みつぶしていけばね。あ、来た。あれ？あ、おじとさんあったね。あ、見ましたね。ついにセーブポイントですな。ご丁寧に10円も押してたよ。よかった、よかった。これで、もう相当ループ巻き戻されなくて済みますね。ん？あ、ワープ、え？ファストトラベル。ファストトラベルがあるんだ。素晴らしいシステム。あ、窓が開いている。高いね、登れる？得意の三角飛びなら。マジやっぱパルクール。パルクールやってるから。届かないんかい。あ、キャタツ？なるほど。敵いるんでしょ。学校に敵いないわけないっすよね。危ないよ。泥、ね、すぎ。てか整備されてなさすぎじゃないこれ。葉っぱがさ、構成が構成がクソなんでしょ。ければおお、回避ルート。これはシーク小屋か。正門の、うん、横だね。うん、虫の声聞いてたらなんとなく気分がちょっと夏の晩って感じに なってきました。ASMR やね。あの蒸し暑い晩みたいな。そうね、懐かしい気分になります。こう田舎の街だな。虫の声もカエルの声も。田舎の学校の頃はやたらと広く感じたもんですから。学校うん、
まり的なあれですね。どこってどこなんでしょうね。離れかな、じゃあ。そっちになんか離れに行くみたいなのがあるから。この道かな。お、いますよ。いる？お？音聞こえますよ。ポン。戻ってみた。あ、バスケしてないこれ。ない。バスケ。まあ、行ってみましょうか。バスケットボールの音じゃないのこれ。ボールついてる音か。多くなった。あ、焼却炉だ。焼却炉ですね。音がする方向は別です。ドリブルの練習してる。うん。桜木がしてるね。小学校で。桜木いるのか。花道が小学校で。いじめ助けてくれよ、花道。そうだ。ではね。なんか正面玄関のところに幽霊見えたけど、変な。パッと移動してましたからね。うん。駐輪。あ、駐輪場。これじゃない。プールかな。あ、やっぱそうだよね。プールだ。流れ的にはプールだよね。抜いてるわ。学校のプールやらもう入ることもないやろうし、なんか懐かしいですね。占い鉛筆を拾う。大吉が出た。よーし。大吉なわけないよな、この惨状で。なんだろう、俺別にそんなアイテム探索したいわけじゃないんだけど。意外と倉庫にたどり着かないですね。うん。結果探索になって。いっぱいするとやられた時のリスクがな。そうだ、なんか落ちてる。ノートの切れ端。切れ端。ああ、七不思議いいね。え、チャット？チャット形式だね。ベラボーの大男に首を切り裂く。出るんだろうね。逃げ込めと、逃げ込むってさ。まあ、出会ったら逃げるしかないですね。うん。交換日記。やったことありますか？交換日記。ない。女子しかやってなかったな。ああ。いや。おぉ、ね、ああ、帰ってきた。アップね。うぅ。完全に今の呪霊でしたね。ね。低級呪霊です。ジョーゴが飛ばしてくるやつみたいな。あ、ちょっと早かったか。だがさえ。普通、クソ雑魚なんで、走れば逃げられる。ほんとだね。いっぱいいる。このタイヤのおもちゃあったね。タイヤの輪切り。夏になると超臭いゴムが。そうなんですよ。タイは熱い輪でいいことないですね。うん、あの指妙な音がしますよ。あ、クリアしました。閉じ込められてる。4点バースト。これだ。キャタツ。あ、ほんとだ。あ、ね、あ。おしっぱで持ってなきゃいけないんですよ。で、ライト使えないんですよ。目も隠せない。教えてくれてたんだ。目隠しもできませんよ、これ。ここだよっつって。だから、的確な判断で、手放さなきゃいけない瞬間。確かにね。ん？今、イベント中です。お？見てる。
きの。おお、出た出た出た。おお、どうするんだ。行きましょう。ダッシュ。どっかに隠れないと。隠れる系？これはね、スレンダーマン、スレンダーマンです。あ、見失ってる。あ、引っかかってる。引っかかってる。引っかかってるけど。あいつ引っかかっとるなぁ。コリジョンに引っかかってるけど。あれ長村さん、もしかしてこれは。でも、引っかかってもダメだよね。あいつがいなくなんないから。そうですね。多分、引っ張らなきゃダメだな、これ。まあ、どっかに隠れたら消えちゃうんですよ。一回これ出さない。もうめんどくさな、こいつ。出してあげなきゃいけないんかい。あれ？あ、消えた。見失った。校庭広くてよかったっす。簡単に逃げられた。うん。オッケーオッケー。また来んのかな。さすがに二度同じ手は使ってこないでしょう。まさかみにも置けない。来たね。ああ来た来た。来たわ。来たわこいつ。知らず。なんか持ってる。ああいつがのっぺらぼうか。鎌持ってんだよ。鎌。生まれのない鎌男で。生きらないとまた走って戻るのめどっすね。あ引っかかっとる。はい、引っかかった。どうすんのよお前。どうすんのよ。近いから逃げてしまえばそのうち消えます。ああ。消えた。あ、詰めてきたように見えた。ね。消えたね。走りましたね。でもさっきみたいになんか同じようなところで待ってるっぽいですね。消えた場所と。そうだね確かに。スルーして、うん、向かっちゃっていいかもしれないですね。くっそ、あー来た。このクソ野郎が。いや。ほらね。かかんねえよそういうの。ぐるっと回って視界から外して。それか多分脚立を手に持って一定時間したら近くに出てくるとかかもしれないですね。時間制消えたね。脚立どこだよ。もうちょっと下に。この辺にあるらしい。どこ？待ってどこ？隠れちゃった。隠れちゃった。持って帰っちゃった。だった。あ。バイオにおけるタイラントのポジションかもしれないですね。多分そうなんじゃない。ああ。あてここで出てきたらめんどくさい。出てきたよ。出てきた。あでもこれイベントっぽいな。ああなるほど。早く逃げろ早く逃げろ。このクランクはかなりあいつにとっては地獄のようなクランク。教習所を思い出す。消えたかな。いやまだまだ消えた。あ、今消えました。消えた。クランク突破できなかった。もうマジでなんなん出すぎでは。やっぱ学校といえばね。はい、釜の人を入り口からやり直し。厳しい。これぐらいで届くか。セーブしたいですよね。うん。10円玉節約するなら家に帰ってセーブして、まあ、ないかもしれない。ああまあ確かにね。
来た来た。お？全然違うんだ。うん。学校内はないね。こっち行き止まり。ジョーンがまた怖いんですよ。最終的に怪異なんか恐るるに足らなかったっていう力を思い出してほしいな。なってほしいよね。思い出したって言って。思い出したな、ブワーってなってほしい。ヤボーンってやつ。五円玉、足りないやん。クローズンだ。何の音だ。まあ、お階段右か。そうですね、職員室に何かあるかな。なんか落としたな今。歩いてる人いますね。これ隠れる場所ですねこれ。あ、出た。首狩り。いいね。三角さんはいたな。中が来た。これね、今イベント中なのよ。あ。多分職員室に一回入るんじゃないか。あ。勝手にイベントやってくれてるわ。回避の仕方教えてくれてるわ今。なるほど。あ、来た。姿が見えないの怖いな、最初に、うん、どんな敵なんだろうってちょっと好奇心も煽ってしまう。ジャッて見ちゃう。うん、部屋に入って見たくなっちゃうのが怖いわ。に入って目を閉じて隠れると。パソコンの型振る。そうだね、そうだ、90年代か、昔のモニターだね。全部同じ机が方向向いてるのも珍しいな。そうね、この方だと普通机真ん中に寄せますよね。うん、向かい合わせたいとかね。うん、多分これは多分絵的な都合だと思うけど。なんかさっき出たんですよ。そうそうそう、一枚家だから。え、なんか今出た気がしたな。おお、あ、切れ端だ。攻略が書いてある。ここで読むんかいっていうね。うん。目の前で目を閉じちゃダメなんだ。あら。じゃあ逃げ込むときに逃げ込んで目閉じるの気をつけなきゃいけないのか。うん。よろしい。間に襲っているのが CD っぽいな。うん。指導室。理科室にいるんだよね。標本が。自体模型か。だから多分、ここら辺で多分何か発生するんじゃない？誰に電話するの？どういう電話する？家電。え？電話残せ。セーフティーか。セーブ。ああ、ってことはこれなんか出るな。出ますね。メタ的な考え方で出るな。お。理解し。入れるようになってるもんね。人体模型どこだ？どこだろう？画質の七不思議といえば。だいたい準備室だよね。目かかってる。目か。
あ、いたわ。お前か。意外と頭身が低い。なんか意外と可愛かった。デフォルメされてる。この世界に。目に動いたりしないよね。ここから入って目閉じると襲ってくるのか。うん。あれ、意外と来ないですね。入りじゃねえかなと俺は踏んでんだけど。あー。ちょっと忘れた頃に。そう。どうしたか。渡り廊下か。渡り、でも、あれの思い出の場所的には、指導室とかじゃないと思うから、渡り廊下を行くの。ああ、ダメだわ。指導室で鍵取んのか、とか。ああ、大体、西見る。鍵ありますもんね、確かに。グリーン、うん、入りました。来てるね。だから来てるな。入れるからの入った。入った入った消えた。なんか見慣れた触手が。うん、あいつです。長い付き合いになりますよ。入り込みましょう。どうした、閉められないんだ。目つぶって伸びきるから入ってこないかな。大丈夫、入ってくると思う。いかん、準備室の方だ。誘拐してない、あいつ。生徒指導室ってありました、学校に。生徒指導室あったよ。ありました、あった気がする。俺の中学校とか小学校あったね。中学校なかったな。何指導してんのか知らんけど、ね、え、急に閉めたよ、これ。まずいっすね。あ、自分で閉めたよ。いかにもな。うーん。渡り廊下。なんでここに。そうだな。はい、中村さん。これどうする。いや、ひどくないこれ。はい、なるほど。これをどうする。これはつまり目を閉じるんだな。お。あのいい中年は嫌いだよ。ダメだ。視界内にいないと動かない、あいつら。ここに引っ張ればいいか。なるほど。誘導して。うん。忘れていきますよ。来た来た。あ、動いた。だるまさんが転んだでしょ、もう。お前が来るんかい。お前の方が来るんか。ちょっとパズル要素ですからね。ちょっと想定と違うんだが。パズル要素ですからね。こいつらの動き結構ランダムなんですよ。こいつを引っ張るか。大丈夫ですか。あれ、これ以上来ない。これ以上来ない。あ、消えた。あいつも冷圧消えた。冷圧消えたけど、こいつ。え？引っかかって動けなくなっちゃった。引っかかったら冷圧が消えたんだけど。あそこまでか、ここまでか。そいつは持っといてくださそうですね、うん、多分その上のやつ引っ張れば間すり抜けてもいけない。もういけない、これ。あ、いけるわ、うん、ああ、ほんとだ。邪魔。あ、こっちもめっちゃ入る。
大増量でお届けされてるわ。上がないんかい。上がらない。あら。はい、そうなりますね。一人見せしめに粉々にしますか。バゴンっつってね。バーン。ダメだ。あ、目閉じたくない。移動させないと無理ですね。おお、うん。この辺を誘導する場所。階段は近くで、あとしか寄ってこないんですよね。あ、いたいた。おお。なるほどね。こうやってゲーム性を入れてきてんの。面白いですね。アクションゲームなんですよ。うん。これ。お。ナイスー。いい感じで動きましたね。うん。こちらバカだから。やっぱ去る時に悪態。ルールの中でしか戦えないバカだから。お。お。誰かいるやん。こんな。紙飛行機。ノート？ノートこれ。そう、七不思議の多分次のやつだ、うん、次のやつだね。次の敵でしょう、要は。聞きたい。渡り廊下の前の狼の前に立っちゃダメ。うわぁ。なるほど、OK。これか。鏡か。了解しました。これやんけ。いやこれやんけ。いやダイナミックでしたね。これちょっと避けていきましょう。こっちから行けばいいのかな。うん。多分それでも届かんでしょ。あいつバカだから。ええ。まさかここにも？目の七不思議処理早かったっすね。そうね。出落ち。ちょっと演出要素。なんか音してる。あ。いるな。後ろから？三角様いるなこれ。できてるかも。うひゃー。あ、イベントになった。あ、そこだ。この辺あるわ。うん、そこだ。おか。元気に挨拶。この場所だ。ないじゃん。落とし物は？うん。教室？入る？元気に挨拶。鍵を探す。ああ。どこが開いてるんだ。職員室的なね、多分何かが。お？トイレ。なんだろう、トイレか。いじめられてた場所では？あのトイレバンバンされてた場所ですね。一つ一つ確かめていきたいですが、絶対6でもないよ。いや、なんか重要アイテムもあるかもしれない。開かない。Y がいたとこだけ開かない。え、何にもない。ってなきゃ基本的にアイテムない。もうの奥側だな。うん。あの骸骨のやつやり直したくないからセーブしたいな。確かに。あれ？ん？携帯？いろいろ。いや、なったんすね。私のかしら？近づいて。私の PHS かしら？近い。懐かしの。生徒会室。これか。10円だった。上限。いえ、あれこれ、あ、左の方、ね、これ電話じゃないのか。的にはあの、生徒会室じゃない、あの、没収されてる携帯じゃないの。
あ、入ります？ここでしょ。あ、いや、違うな。向こうから落としてるか。うん。こっちで落としてるわ。ここっぽいわ。おう。あ、電話ある。ちょうど電話だ。こんなところに緑の電話が。え、これが鳴ってたの？これが鳴ったっぽいですね。お？携帯電話みたいな音でしたけど。夏の鍵。夏の鍵。美術室の鍵と音楽室の鍵。一気に二つゲット。わあ、どっちも定番ですね。七不思議的には。ワクワクすんじゃん。目が動くベートーベンと美術室。美術室ってなんだろう。人食いモナリザだろ。人食いモナリザ。ヌーベイで読んだ。ああ。なんか動く胸像みたいなイメージが強いかな。ああ、そうだね。ああ。うわあ、ね。何が起きたんだそこで。空き教室が。空き教室びちゃびちゃですね。空いてないっぽいぞ。上か下か、上行ってみるか。で、うわ、結構まだ上なんのかい。教室、教室、教室。音楽室だ。音楽室か、行くか。消え！うわぁ！消え！あ、なんか落としたぞ。落としたぞ、お前。お前落としたぞ。ほんとだ。ああ。ああ。お前はすぐ物を落とす。いや。昔からだよ。あら、せっかく歌ってよりによって、おっちょこちょいだからね、まみこは。だから落としちゃった。まみこはおっちょこちょいだから。音楽、勝手になるピアノとかありましたね。あ、攻略法。本当だ。攻略が。奥本当の写真じゃんあれね。そうっすね。うん。聞こえる聞こえる。おう。ピアノ。聞こえる聞こえるピアノの音。大林信彦監督のハウスを思い出しますね。これマリオ64思い出したわ。次荒ぶってすんごい。あ、おお早い。これも閉じちゃダメパターンだ。なるほど。あ、こっからだ。ああ、よかったですね。ここイベント後だから。リポップの場所が。はめられました。目閉じたらいけないってこと？それとも、多分一定時間か。多分逃げないとダメですね。そういうことだよね。ダダ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 ダ激しい一面もあるな。ダダ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 ダあいつそっとしとこうぜ。あいつそっとしとこうぜ。そっとじ。楽しそうなピアノそっとしとこうぜ。5つ目はトイレの花子さん。さっきのトイレだ。ああ、さっきの開かなかったトイレだね。わからんでお化けとも友達になれるかもせん。この子は他に友達いないからね。なんでるの？あ、この文章のやりとり自体がホラーになってんのか。怪しいですね、これ。ああ。緑の。花子さんの対になる男の子いましたよね。何くんでしたっけ？太郎くんとかそんなんだ。あんまり花子さんに比べて。メジャーじゃない。うん、あ。花子さんって女子トイレだから男子はそんなにどうでもええか、みたいな感じだったから、それを良しとしない勢力が。やはり太郎くん。男子も油断ならんぞと。男子の方はあれじゃない？あの、赤いちゃんちゃんこ。北郎。赤いちゃんちゃんこ。赤いちゃんちゃんこではないな。あれだ、赤いちゃんちゃんこ。小さいやつだ。そう、白か赤みたいな選ばされるやつ。あ、怪人？
はい、言うな。ヌーベイでいた気がする。俺さ、さっきわざわざ花子さんの話が出てるから、あ、行くべきでしょうな。花子のとこに行くのか。カマンとかの階じゃなかったですか。いや、ここのそのトイレ。鏡、青鏡だった。鏡あったな、そんなの。思いつくよな、あの。ね、花子さん泣いてますよ。あ、泣いてる。笑ってんじゃないの。本当だ、笑ってんじゃないの。泣いてんの、これ。笑ってんの、泣いてんの。正直、友達になってあげてもいいんだけど。取れますよ。あら、ライトが消えちゃった。わ、つけたら。え？字？でこんななります？強烈な字？全く同じボケを俺はレディオ4ゲームまでかましました。いかんな、よくない。恥ずかしいですね。恥ずかしい、やっちまったな。やっちまいましたな。あ、なんか掴まれてる。何これ？あ、やれ、ダメ。遊ぼう。ダメ。遊ぼう。ダメ。いい子。あ、よかった。いい子。パワハラに負けなくてよかった。びっくりした。ただのいい子じゃないか、もう。ぐるぐる回されるな。探索ってこういうもんですよ、ね。来た。来た。次の攻略。楽しみになってきましたね。うん、オチが気になる。うん。質問の俺の本、お化けに好かれちゃう。あ、やった。なるほど。こんな話はしてくれないと。うん、え、結局攻略あった今。本取っちゃダメって話です、ね。だから図書室行けってことですわ。うんうんうん、図書室には行くけど本には触るなってことね。危ないってことですね。うん、イベント発生。ええのやつですね。なんかそれとは違う声も聞こえる？どうだろう。今のところスレンダーマンの音しかしてない。この先か、この階か、図書室。意外と動線はしっかりしてるから。そうだね。テーブルがあった。この中、こっちか。公衆電話でセーブはできます。わざわざ10円押してるもん。セーブしろ言うことやろ。セーブチャンス。変なあいつ。足遅いか結構。よし。で、余計なものを調べない。おお。イベント。ない本に。あ、イベント終わった。こういうこと？絶対あれ怪しい。知らない本丸出し。注意して見ていく。見るんだ。見ちゃダメじゃないですか。そう思うよね。注意して見ていこうって何？どれかの本が。アイコンで判断。そもそも何しに来てるのか知らないんだけど、ここに。流されるまま来てるからね。はい。本が。あ、なんか意味ありげ。うん。なんか奥にあるとそれなのかなって思っちゃう。そう思っちゃうけどね。これはもうこの通帳みたいな、これは絶対違うね。もうコピペみたいなのいっぱいあるから。区別つくっすね、多分。何？あ、これ？表紙で区別つくんじゃないですか。あ、これでもダメだ。
表紙が何冊か落ちてるんで。まあ確かにね。うん。とはいえさ、別に、なんで本を探さなきゃいけないの？あるんです。なんか大事なこと書いてあるんじゃないですか？何しますか？結局わかんないね。これ調べてみる。本探してみたいね。そういうこと。そういうことか。なるほど。お化けに疲れちゃうんでしたね。これあれっぽいよ。あの本をあいつらから抜けてなんとかしていくってことか。回収していくのが全部。お。でも照らしたら消えるタイプだと思うんですよね。消えなかったよねさっき。これ多分目閉じたら離れていくやつだ。そうだよね。それでいなくなんだよね。これを繰り返せばいいの？もうたまに違うタイプのやつが来るかも。ですね。変更。ああ、やっぱ消えるまで待つんだ。うんうんうん。もう楽っすね。楽じゃないの。なんか、違うのがいるんじゃないの？このタイプじゃないやつとかが。ありえそう。でも、お、筆の目がこっちを見てるみたい。そんな大事じゃない。でもさ、その今取ったアーチーブ電光ってことはやっぱり照らしたら消えんのかな。試してみればいいんじゃない。もうさっき照らしたんだけどな。これで消えるしね、どの道。はい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 、減らす対応難しいですね。うん、準優ガンガントロフィー取るやん、こういう子で。今のところただめんどくさいだけの、特にこれといってって感じだけど、何かあんのかな最後に。集め切れば OK なら楽勝ですね。うん、おお、近い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 。おお、危ねえ。危ねえ、近かったな今。目を閉じるまで時間がかかる子だからね。回避ルートを確保しながら。あれ俺今テク見つけたのでは？今のうまかったっすね。今のテクでは？うん、ちょっとやろうよ、やってみるよ。今のテクうまかったっすね。こうやりながら、あもうテクが披露できなかった。中村さんもハズレをどんどん潰していったわけですね。そうだね。ゲート回避だ。ハズレ本引いても即死じゃないところはいいですね。うん、うん、だいぶ優しい。ああ、該当してんのか。これ、高い木に登った人が滑り落ちてって、この子の流れだもんね。ああ。これね、この後皆さんやる場合ね、この目を閉じて戻る最中に調べると即目が閉じられます。テクですね。これテクです。いいですよ、これ広めてもらって、うん、ラテク発売日に、うん、そう、あ、一冊あるぞ。名前つけましょうよ、テクニックに。てか本復活してるんだけど。本当だ。こうですよ皆さん、こういうことです。見せていく。はい、来た来た。最近これが楽しみでさ。あ、あ、来た来た来た。北校舎の2階の一番端の教室でこっくりさん。それあれじゃないの、あの血まみれの部屋だよね。間違いなく。ああ、本当にやるの？ああ。学校で遊ぶの楽しいよ。夜の学校って俺一回だけ
入れたことがあるんですけど、なんか。え、侵入したの？いや、花火大会かなんかがあって、学校で。それで、なんか、友達と二人で、なんか取ってこいって言われたんですよ。うん。それを取りに行く最中に、夜の学校に入ったんですけど、あれは、ま、確かにめちゃめちゃ怖かったっすね。ああ、ビキビだよね。うん。楽しい思い出だね。ああ、でも本当楽しい思い出だった。途中でなんか誰かが、あーとか言い出したら、もう二人で、あーとか言いながら走って。一体何が？ん？何かがいるらしい。何かがいる。あれ？消えた。お。何だったのか。ああ。教室の鍵だ。ルート確保。だね。このイベントですね。あれ？大丈夫？テクチャンス。今のやつ実は見逃すと見れなくなっちゃうんですよ。何？見まないっすって。部屋の幽霊。見てないね。俺もね、体験版と同じことやったんですよ。ごめんなさい。書き取りしてるね。こっくりさんか。ああ、こっくりさんに言ったんだ。こっくりさん失敗しましたね。お。オーケー。あ、お前だったのか。お前か。お前だったんですね。ヒーヒーフフフ。ジャークね。スタミナが気づいて。ヒーフフ。合ってる。待ってんな、あそこで。あ。さあ、行くか。いよいよ、秋教室。あ、違うわ。秋教室、さっきのとこだ。2階の、ここだもんね。あ、ここ。あいつが秋教室まで送り届けただけだよ、あいつ。ははは、ほんとだ。さあ、行くぜ。あ、もう、からだ。元気に挨拶。いるんだろう？こっくりさん。あ、こっくりさんやってる。こっくりさん、出るだけだった。後ろの百太郎で読んだから覚えてるんだ。こっくりさんは絶対やっちゃいけないって。あ、さっきの五円玉か。ああ。なるほど。ボロの。するか。じゃあ、どこでやる。一人こっくりさん。ちょっとさっきのやつ読んできません。一人じゃないよね、こっくりさんって。複数人でやるもんですね。さっきのやつ連れてきますか。コックリさんやらできなくもない。あ遊ぼうか。遊ぼう。奥にいるよ。あ、コックリさん倒して、こいつを。こいつを倒して、コックリさん。さっきもこいつが倒してくれた。やったぜ。やっぱりコックリさんなんだよな。マジかよ。やべえ。エンカウントした。あ、また。目を閉じれないけどってやつか。やば。うわあ、来た。近い近い近い。よし、いいぞ。取れるかな？これぐらいになるとね。取れた。行けちまうんだ。うわあ。ちょっと待てって。タイミング見るのか。はい。毒を持って毒を制すリスクですね。でん。さて、まず最初に、ここを動かして、でだ。ここで、ちょっと一回よそ見よう。ドンして、ほっ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 。戻ってきた。ああ、ボスラッシュ、ボスラッシュだ。ボスラッシュだ。まさか、ボスラッシュモードがあるとは思わなかった。さすが学校だぜ。おい、外れ。外れでした、外れでした。あぶれ、ああ、ギリギリ。くそ、このボスラッシュ、ムカつく。ちょっと待てよ。こっからあ、覚えゲーです。エルデンリング、おお、エデンリング。ここで誰がボスラッシュが来ると思っただろう。予想つかないですね。
タミナ回復して手を待って、ドーン行ったもん、ゴー。で、ワープして、次のステージ。次のステージ。あ、それです。これが正解。あ、目閉じ、正解じゃない。やばいやばいやばい。いや、全部触んないとダメこの。おお、そのパターンだ。やり過ごした。全部触るってことか。やばいやばい。ナイス。これ際どい。よし。オーケー。あ、やった。ナイス。第3ステージ。お、強調だ。うわうわ、花子さんもいる。あれ、花子さん？地面。あの、花子さんですよね。まあ、邪魔くさい、あれ。うわ、お邪魔。え、なにそれ。あっちに吹いてくる。それ、あれやん。マリオカートの嫌がらせの仕方。うん、いや、あれ触るの大変だぞ。これ、吸い抜けてくる、こいつ。そうだ。熱いやん。消せたいですね、できるだけ。ライト当てると逃げるんだ。そうですね、銅像は。で、ここで折り返して、あ、でも花子さんが、花子さんが、よーし、あー、危ない。あー、次は何だ。くそ、はい、あの、なんか拾うっぽいな。あー、あらあら。な、何？今攻撃モーション入ってたじゃないですか。あの、釜のアタックに負けると死ぬんですよ。はやべ、最高にだるくなってきた。ラッシュはね、ラッシュ逃げすっからね。これ何、ラストステージ、これそのレベルだよ、こんなねえ。だ、学校ステージ結構きついっすね。うーん、これが思い出1個目なんでしょ。うん、骨太すぎんか。しんどいっすよ。覚えりゃね、パターンを対象ないから、うん、ここはなんとか。これあれだよね、ここはまだいいけど、うん、次がめんどいよね。花子さんたちは、ね、もう最初から待ち伏せて、うん、待ち伏せて、ちょっと花子さんを展開で巻きつつ、ダメ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 ダ、来るかな。あ、逃げてる逃げてる。あ、邪魔なとこいる。あ、そうだ、まずあいつを誘導しないといけないから。そうなのよ、ハマってるやつを。あ、こうで、いい感じに、こうやって、そうそうそう、せて、ああ、なるほどなるほど。さあ、覚えてきましたね、ギミックを。あ、ここです。問題の。ここはもう正面に立たないようにします。うん、あ、今のか。あ、さあ。あのさ。はい。どうすんのよ。引っ張るの？角に引っ張るのが。いや、でも、最後のやつ結構しんどいですね、あれ。あれ、あいつって、あいつ目閉じてもしょうがないもんね。あいつは行動パターン決まってんだもんね。そうですね。閉じてないと押ってくるんですよ。そんだけの敵だもんね。多分、あいつがラストなんですよ。まあ、そうだろうね。この辺はもう慣れたの。うん。ほら、ちょっとどうぞ。ここは一度奥まで。なぜここでエルデンリングなのか。ちょっとちょっとちょっと。周り、見た以上に実は難しい。奥のエコは。前さが血吹いてるね。うん、花子。穴子も回避。さあ、ここからここに誘導するしかないの。こう行って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 、ファスタタック回避して、スタミナ回避。当たり判定が、前方範囲が広すぎる。多分、うん、今逆パターンで回った方が良さそうですね。下に引っ張る。うん、なんか、うん、あの、ターン触れてるじゃないですか。うん。あれ、触っちゃダメなんですよ。あ、そうなの？あの、光ってるやつ？
あれ多分敵が発してる光線かなんかだと。あ、そうなんだ、あれを避けながら、うん、こいつも避けながらなのか。赤間さん多分あれ集めに行ってたでしょ。集めに行ってた。じゃあ光らせないでほしいんだな。みんなその光るものに集まっていくんだから、人ってのは嵐じゃねえんだから。明かりを求めてだな。うん、なんかあれが対抗策になりうるって感じ、ね、ムードを出してましたよね。全部のあれを 触れ的な。うん、アナちゃん冷静に考えたらそんなギミックあるわけないですよね。確かに。お前ら、そう来んな。俺の場所だ。ナイス、慣れてきましたね。あ、逃げましょう。ダメです。あー、ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。これ、わかった。これ、攻撃地点か。なるほど。AOE なわけだ、あれが。あー。おー、なるほど、なるほど。おつけ、パンパン。あ、ダメだ。ひどい。ひどい。中間さんが泣きを見せてるぞ。何回か消えるなら分かってるよ、ボケ。お前のやり口なんか。やばい。いや、これ正解だった。いけた。俺の勝ちだ。はい、回避。よかったっすね。堀さん、帰ったよ。エクサイト帰った。やるんかい？まだやるの。あ、帰った。帰るわ。帰った。帰るわってなった。今闇ゲームだったんでしょ。お、お。来たー。ピンポン玉？これは。透明なビー玉。ビー玉越しに夕日を見たことがある。ねえ、青春だね。もらったやつ？思い出のビー玉。おー、絵が完成していくんですね。そういうことだね。記憶の絵が完成するんだね。うん、うん、思い出だったんでしょうね。あ、戦ってる。おらーって。おらららーって。最初のとこじゃん。さっきのとこの方が怖かったよ。うん。ここでビー玉で、うん、ビー玉越しに見たと。麦がビー玉くれたのかな。お、よくあやふやなところ。あ、あ、あ、お姉さん、お姉さんだね。写真撮ってる。そういえばね、そう、カメラ持ってるなと思ったのよ。あ、グラフィックでちょっと分かりにくかったけど。ビー玉？違う。
何だったのか。まだお姉さんの確信には縛れないです。うん。オートで帰る。ですね。見事一つ目の思い出回収しましたな。よし、終わろう。いやー霧がいいですね、うん、だいぶいい時間になったから終わろう。頑張りましたね。頑張ったよ。思った以上に歯応えあるでしょ、夜回り。そうね。結構容赦なく殺してくるっすよ。そうか、これだけ、これと紐づいたやつもここに含まれていくのか。そうですね。うん、でまだ見てないんじゃないですか、あの骨とかの思い出。骨は見てない。対になってんのか。じゃあ鉛筆の思い出の中のビー玉だったよね。うん、じゃあ対になってんだね。繋がっていくんですかね。じゃあこれの相方がジッポー。あ、違うな、ジッポーかな、ジッポーかな。ジッポーかな。おー、ジッポーかな。犬のおもちゃだけ見とくか。お色違い。吠えるね。なんか顔怖いけど。怖めの犬っすね。結構顔怖めの犬だよね。怖めの犬っすね。ちょっと野良で会うと身構えてしまうタイプの。わ、だいじめられてんじゃん。バキ君の家みたいな。バキハウスじゃん。バキの家、あの、みんなが出入り口に悪口書いていくやつ。バキ死ねって書いてあるやつだ。これバキ住んでんの、ここ。あ、犬になんか取られたのか。びっくりし、また落としたの。この子落としすぎよね。うん。バーキーハウスに物落としたと。なるほど。なるほどね。これはもう先だけが気になるゲームですな。はい。よいし。いい。いや、堪能した。ということで皆さん。いかがでしたでしょうか、うん、夜回り3、うん、ね、気になるね、先が。いいゲームですよ、うんうん、先々は気になるね。結構遊べそうっすよね、一つのイベントで。これでこのボリュームだからだいぶあるよ、うん、ボリューム的には結構ありそうっすね。あ、10時間は遊べるかな、うん、全然今日のを見せたからって売り上げに影響しないわ、こんなもん。このボリュームだったらもう分かっちゃったんで、そうそう、もう分かっちゃったんでとかなんないよ、こんな。まあ、ちょうどいいことにね、あの学校の範囲って結構体験版でも出てるんですよ。ああ、そうなんだ。あ、うん、だからうちの今のこの配信は本当にいい反則になったと思いますよ、うん、そうなんだ。反則をしてしまったか。ええー、なるほど。まあまあ気になる方は遊んでみてはいかがでしょうかというところでね、まあ、怖い系のゲームだからできない人は本当にできないと思うけど、うん、うん、まあポップな絵柄でね、ちょっとコミカルなデザインでもあったりするから、ね、あのピアノのイノシシピアノなんて笑いどころでしょ、うん、あれ。まあね。余裕だったしね。うん、ガタガタガタドーンは、うん、ホラーゲームはいいっすね、やっぱり。うん、終わりますかね、ええ、皆さんありがとうございました。また来週以降もなんやかんや動画出ると思いますんで、あ、そうだ、今日のやつもまだ見てない方はこの後見ていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日は大丈夫かな。はい、ということで皆さんまたお会いしましょう。今日はありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。